follow me. Yes, I am. Now follow me. With me, you look at me. Me, just kidding. Oh, say it on a pin. From over, see you, boy, yeah. So I need to know. オンベース、スメタツヤ。トップコラス、柏谷あずさ。セカンドコラス、のだめに。サードコラス、クリスモエ。そして、リードボーカル、加藤龍之介でお送りします。最近です。よろしくお願いします。法政大学ビーバップ OB バンドのハイビーと申します。よろしくお願いします。はい、久々のステージですね。これは今やっておりました。そうですね、あのライブからは1年半ぐらい遠ざかっておりまして、まさかこのような、まあ、このライブの第1部のトリを務めさせていただくんですけど、ありがたいことに、ありがたいことに。もう今日は、盛り上がる曲プラスちょっとしっとりな曲1曲っていう感じで、あのセットリストを組ませていただきましたので、もうぶち上げて次の後半に、つなぎたいと思いますので、皆さんクラップの方よろしくお願いいたします。もうちょっと前に、もうちょっと我々をもっとよく見ていただきたい。こんだけ遊んでいた。そうですね、あのまあ僕らもう社会人だね、もう3年目になります。今日まあ非常にフレッシュな、今日そうですね、ほとんど学生の方っていう人手を挙げていただいていいですか。おお、やばい、すごい空間が若いですね。眩しいですね。学生が結託して俺ら殺そうってなる。一撃だね。ちょっとね、23、4歳のパワーをちょっとしっかり今年で6になります。あ、すいません、間違えました。ちょっとまああのね、あのおじさんおばさんなりのそれ、体力が下り坂に久しく、はい、で僕ら非常に見てわかると思うんですけど、ちょっと汗ちょっとかいちゃうかもしれないんですけど、まあ、僕らで聞けて女性陣は非常に悪いです。ちょっとね、それぐらいね、僕らだよね、僕らですね。僕らですね。どちらかというとちょっとこうやってやりながら歌うかもしれないんですけど、ちょっとご了承いただいて。はい、それぐらいね、魂込めてちょっと歌わせていただければなと思いますので、今日は皆さんが聞きなじみのあるような洋楽をちょっと歌わせていただきますので、はい、はい、クラップの方とあと、まあ、うなずきとかどこで求めるのかな。すいません、どこに同意があるの。これ知ってるわ、ね、曲名はどうでもいいんですよ。なるほど、曲名はどうでもいい、これは知ってるかっていうところに。知ってたらぜひ今うなずいてください。お願いします。次の曲はあれだよね、何個も入ってるからね、うん、曲が。でまた私たちなんかマッシュアップの曲が今日何個入ってるので、なんか何個視点入ってるのかなって考えながら聴いていただいて、まあ、都度うなずいていただければ。都度都度でうなずいていただければいいかなと思います。次の曲は、はい、あえて名前とか言わずにちょっとこんな曲が入ってるっていうのは多分わかるよね。聞けば多分、そうだね、まあ、言わずもがな聞けば
こう手が上がっちゃうかもしれないので、ちょっと感じてください。お願いします。はい、じゃあ2曲続けてお聴きください。I'm not afraid to die.
チェギバラみたいなのがいる。はい、はい、まあサングラスかけたのは、まあ、ちょっと分かってほしいなと思いまして、まあ、2曲目の曲名が、ね、僕らはムーブスライクカンナムスタイルと呼ばせていただいてるんですけど、カンナムスタイルのように動けという、そうですね、ムーブスライクジャガーという、ね、曲と、まあ、流行ったカンナムスタイルという曲をね、マッシュアップさせていただいておりまして、まあ、さっきこの話もしたか、このアレンジって、うん、あとあなた2曲目曲名言うんだね。あの言わずに行くのかも。2曲目はさすがに言わないと、でもテイク5って言いまくってたからね。あ、確かに。あ、そうか。まあ、ちょっと言わせていただきました。ちなみに今の3曲、まあ、マッシュアップ含めた3曲全部知ってたよって人。おー、ちらほら。いや、全然 OK だね、うん、こんだけ、まあ、あのゼロってこともあったからね、ここにね。ありがとうございます。ありがたいですね。ちょっとまあ私たちもね、はい、あのそろそろ汗がちょっと、そうですね、またまとめられちゃった。いや、また私たちはね、ちょっとあのこれギャツビーのシートじゃないですか。なんでお前直に入れてるの。なんかあれで持ってくんのって思ったよ、ちょっと。直で持ってくんのも。いや、何分あれなんですよ、もうあの久しぶりのステージで、あの MC なんかもね、非常に久しぶりで人前で話すことなんてめったにないからね、うん、そうですね、意外と社会に出たらこんだけの人の前で話すっていうこともないので、はい、皆さん本当にね、朝礼とかだから、朝礼とかですね。今月の目標とか言わないで。そうです。なので皆さん、まあ非常にね、アカペラの人多いと思うんですけど、非常に貴重な経験を今できているっていうことでね、ちょっとすごい先輩感。すごい、ここでもうなずいてください。知ったな。まあ本当にいい経験がね、できているっていうところなので、ギャツビーが直に出てくるっていう、まあ、なので皆さんももし OB になったら、OB になったら結構アカペラとかできなくなるんじゃないかってこう思う方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、決してそんなことはできるんで、安心してちょっと、まあ、僕ら、まあ、そういうことを今日伝えたいなっていう、すごい。ちなみにこう社会人の方のバンドもう一バンドあるからね。そうですね、もう我々の大先輩っていう、もう本当にすごいバンドさんがこれからもいっぱいいらっしゃる。なのでここで損なわれた社会人バンドのイメージは向こうで取り戻してから、ちゃんとできるんだって。ちなみにあの私たちの一部今日あの終わりなんですけど、次にね、あの、うん、黒い恋人さんたちがね、ちょっとご紹介をねさせていただいてね、はい、うん、ちょっとなんか私今洋楽なんですけど。違うんです、個人的な恋人ってわけじゃないんです。そういうバンド名、バンド名、おしゃれな方楽を、ね、そうですね、うん、僕らとは一風違った。そうですね。また毛並みの違う。うん、3年生の同期、ね、なんで、まあフレッシュさもあり、きっとね、こう、うん、そんなにご成長いただかなくて、ね、成長になっちゃう。名付け名付けってだからめっちゃ。そうですね。はい、あれですからね、あの休憩タイムですからね。我々と皆さんの休憩タイムなんで。そうですね。楽にしてください。そんな真面目に聞く話じゃないんで。じゃあ、まあ間も持たないことですし、次の曲いきますか。まあ、はい、次の曲も多分知ってるかなと思いますので、はい、あれだね、最近ホットな話題だよね。ホットな話題だね。次の曲はね、ちょっとここでご発表なんですけど、はい、うちのバンドのボイスパーカッションの方が、西村くん、そう、西村くんがご結婚されまして、ありがとうございます。そんな、ね、幸せなおめでとうっていう、はい、本当におめでとうソング、おめでとうソング、おめでとうソング、ありがとうございます。ごめんなんかボイパーやらしちゃって、全然かわいく、っていう歌をね、はい、ちょっと歌いたいなと、まあ、歌うのは私なんですけど、すみません、ごめんなさい。すみません、では、4曲目行かせていただきたいと思います。I love you, baby. I'm really sure I need you, baby.
幸せな話題よ、本当に。あ、はい、そんな彼も何に繋がってくるの、この話題そんな彼も最近身を固め始めたから、ね、そうだね、うん、あ、身を固め同棲し始めたからね、彼女とね。なんか結婚の後だと薄いですよね順序がね、ちょっとね順を追ってね、私もちょっと身を固め始めましたって誰に向けてる方向かな皆さんですよそんなこんなで、うん、私たちも、まあ、あの年のせいということもあって残り1曲決してそういうわけではないって尺の問題尺の問題ですちょっとね最後の曲が一番なんかなんつうの若い感じの曲なのかな若いかな、ね、結構これもねいろいろ混ざってんだよね3曲ぐらい、ね、何曲ぐらい混ざってる結構、まあ、皆さん絶対最近耳にしたことある若者洋楽ソングが含まれていて、あとまあ知らなかったとしても自然にちょっと体が動くような曲だよね。うん。だよね。ちょっと自信が下げた。大丈夫そうだよ。そうですね。今日そういう曲になっておりますので、最後本当にぶち上げて帰りたいなと思っておりますので、最後一番皆さんもクラップいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。曲名を。はい。じゃあ曲名。メインの曲は、グラチューゲームという曲をやります。はい、はい、来てください。はい、よろしくお願いします。I'm not sure. I'm not sure.
ゆうでした。